スペンドラップは、スウェーデンのビール醸造会社でありそのブランド名である。本社は、ボールビューのフッティンゲに所在し、醸造所は、グレンゲスベルグ、ボールビューとビスビューにある。スペンドラップは1989年から2000年まで、スウェーデンで、ペプシコーラのライセンス生産権を持っていた。2000年にこのライセンス生産権がプリップスに奪われるとスペンドラップはその代わりにイギリスのバージンコーラのライセンス生産権を獲得した。スペンドラップはロベルツ社で生産されるソーダとシロップから作られるユールムストの主要な瓶詰業者でもあるが、ユールムストは他の様々な会社も独自のブランドで瓶詰製造している。醸造会社はグレンゲスベルグ醸造所として1923年に始まった。会社は1967年にマリースタッツ醸造、1980年にリシングスボー醸造、1989年にボールビュー醸造所を吸収して成長し、1983年に社名をスペンドラップ醸造とした。ありがとうございます。